韓国で年を取ることはとても厳しいことのようです。お疲れ様です。パーソナリティのチェハヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、韓国の高齢者はほとんどが貧困状態、あまりにひどいその状態をお送りします。75歳以上の後期高齢者の10人中7人が貧困状態。韓国の高齢者貧困問題は解決不可能だと言われています。2009年に OECD が統計を開始して以来、韓国は高齢者貧困率でワースト1位を維持し続けています。この事実は韓国社会が直面している深刻な課題を如実に物語っています。 OECD の最新データによると、韓国の65歳以上の高齢者のおよそ 40% が貧困状態にあります。これは OECD 加盟国の平均である 14% のおよそ3倍にも達する数字です。さらに衝撃的なのは、75歳以上の後期高齢者に至っては実に10人中7人が貧困状態にあるという調査結果です。この驚くべき統計の背景には、複雑な社会的経済的要因が絡み合っています。まず韓国の急速な経済成長と社会構造の変化が挙げられます。1960年代から1980年代にかけて、韓国は半顔の奇跡と呼ばれる急激な経済成長を遂げました。しかしこの急速な発展は、伝統的な家族構造や社会保障制度の整備との間に大きなギャップを生み出したのです。さらに韓国社会特有の問題として、高学歴志向と子育てにかかる莫大な費用があります。多くの親が子供の教育に全てを投資し、自身の老後の蓄えを犠牲にしてきました。その結果、子供の教育費用を捻出するために自らの老後の準備ができなかった世代が、現在の高齢者貧困問題の中心となっているのです。このような状況下で、多くの韓国の高齢者たちは生活を維持するために過酷な労働を強いられています。韓国政府もこの問題の深刻さを認識し、対策を講じようとしています。しかし急速に進む高齢化と低出生率の中で、抜本的な解決策を見出すのは容易ではありません。韓国社会が直面するこの課題は、単なる経済問題にとどまらず、社会の在り方そのものが問い直されているのです。急速な経済成長がもたらした深刻な世代間格差。韓国の高齢者貧困問題を理解するためには、まず半顔の奇跡と呼ばれる急速な経済成長の影響を考察する必要があります。1960年代から1980年代にかけて、韓国は驚異的な経済発展を遂げました。この時期、多くの人々が農村から都市部へ移住し、産業構造が大きく変化しました。この急激な変化は、確かに韓国を経済大国へと押し上げましたが、同時に深刻な世代間格差も生み出しました。経済成長の恩恵を受けた世代と、その波に乗り遅れた世代の間に大きな溝ができたのです。現在の高齢者の多くは、この経済成長期に働き盛りでした。彼らは国の発展のために懸命に働きましたが、その当時は老後の備えよりも目の前の生活や子供の教育に全てを投資せざるを得ませんでした。ある71歳の男性の事例を見てみましょう。彼は高校卒業後、空調メンテナンス業界で働き、後に独立して自身の会社を設立しました。経済成長期には会社も順調で、マンションを購入し3人の子供を育てることができました。しかし子育てと生活維持に精一杯で、引退後の準備は全くできていなかったそうです。このような状況は彼に限らず、多くの韓国の高齢者に共通しています。彼らは国の発展に貢献しましたが、その過程で自身の老後の蓄えを作る機会を逃してしまったのです。さらに急速な経済成長は、伝統的な家族構造も変化させました。以前は3世代同居が一般的でしたが、核家族化が進み、高齢者が子供たちの支援を受けにくくなりました。また経済成長に伴い、韓国社会では学歴主義が強まりました。より良い職を得るために高学歴が求められるようになり、親たちは子供の教育に莫大な投資をするようになりました。2022年の調査によると、月収45万円の世帯でも収入の 10% から 15% を子供の塾や習い事に費やしているそうです。
この傾向は親世代の老後資金をさらに圧迫する要因となっています。さらに急速な経済成長は労働市場にも大きな影響を与えました。韓国では年功序列の伝統が強く、勤続年数が長くなるほど自動的に賃金が上昇する仕組みが一般的でした。しかしグローバル化と競争の激化に伴い、企業は人件費削減を迫られるようになりました。その結果、2015年以降多くの企業で賃金ピーク制が導入されました。この制度により一定の年齢以降、賃金が大幅に引き下げられるようになりました。中には給与が半分になるケースもあります。これは高齢者の生活を直撃し、老後の資金蓄積をさらに困難にしています。このようにハンガンの奇跡と呼ばれる急速な経済成長は韓国社会に繁栄をもたらす一方で、現在の高齢者世代に大きな負担を強いることになりました。彼らは国の発展に貢献しましたが、その過程で自身の老後の備えを十分にできず、今や貧困に直面しているのです。この世代間格差の解消は韓国社会が抱える重要な課題の一つとなっています。未熟な年金制度が高齢者を貧困へ導く。韓国の高齢者貧困問題の根底には年金制度の未熟さという大きな要因があります。韓国の国民年金制度は1988年に導入されましたが、これは日本や欧米諸国と比べてかなり遅いスタートでした。実は韓国政府は1974年に年金制度を導入する計画を立てていましたが、オイルショックの影響で延期を余儀なくされたのです。この14年の遅れが現在の高齢者世代に大きな影響を及ぼしています。さらに制度導入後も全国民を対象とした国民皆年金制度が実現したのは1999年でした。つまり現在の高齢者の多くは年金制度の恩恵を十分に受けられない世代なのです。彼らの中には制度開始時にすでに高齢だった人や、加入期間が短かったために十分な年金を受け取れない人が多く含まれています。実際韓国統計庁の2021年の調査によると、60歳から79歳の年金受給者の平均受給額は男性がおよそ8万円、女性に至ってはおよそ4万円に過ぎません。また年金制度の構造にも問題があります。韓国の年金制度は国民年金と特殊職域年金に分かれています。一般の労働者や自営業者が加入する国民年金に比べ、公務員や軍人を対象とした特殊職域年金の方が給付額が高くなっています。例えば自営業者の平均受給額が月およそ6万円なのに対し、公務員の年金受給額は月およそ25万円と大きな差があります。この格差は社会的な不公平感を生み出すだけでなく、一般労働者の老後の生活をより厳しいものにしています。さらに国民年金の財政状況も懸念されています。少子高齢化の進行により年金の支払いに対する現役世代の負担が増大しており、2055年には国民年金基金が底をつくという予測もあります。年金制度の未熟さは高齢者の就労にも影響を与えています。十分な年金を受け取れない多くの高齢者は生活を維持するために働き続けざるを得ません。さらに年金制度の問題は現役世代の将来不安にもつながっています。若い世代は自分たちが高齢者になった時に十分な年金を受け取れるかどうか不安を抱えています。この不安は消費の抑制や結婚・出産の減少といった社会問題にも影響を与えかねません。韓国政府もこの問題の深刻さを認識し、年金制度改革に乗り出しています。保険料の引き上げや支給開始年齢の引き上げなどが検討されていますが、これらの改革は現役世代の負担増加を意味します。当然国民の理解を得ることは容易ではなく、具体策は一歩も進んでいないのが現状なのです。子どもの未来への過剰投資が自らの老後を脅かす。韓国は世界でも有数の教育熱心な国として知られており、親たちは子どもの教育に莫大な投資をします。しかしこの教育への投資が皮肉にも親世代自身の老後の生活を脅かす結果となっているのです。韓国では子どもの教育は親の最大の義務とされ、多くの親が子どもの教育のために自らの老後の蓄えを犠牲にしています。
2022年の調査によると、月収45万円程度の世帯でも収入の 10% から 15% を子供の塾や習い事に費やしているそうです。これは月に4万5千円から6万7500円もの金額を教育費に投じていることになります。なぜ韓国の親たちはここまで教育に投資するのでしょうか。その背景には韓国社会特有の価値観と経済構造があります。韓国では高学歴が社会的成功の鍵とされ、特に一流大学への進学が重視されています。実際2021年の統計では、韓国の大学進学率は 71.5% にも達しています。これは日本の 54% と比べてもかなり高い数字です。さらに韓国の労働市場では、大手企業への就職が非常に重視されています。サムスン、ヒョンデ、LG といった財閥系企業に就職できれば、高給与と安定した雇用が約束されると考えられているのです。そのため親たちは子供を一流大学に入学させ、大手企業に就職させることを人生の目標として全てを投資するのです。しかし、この教育への過剰投資は、親世代の老後の蓄えを大きく減らしています。子供の教育費を捻出するために自身の老後の準備を後回しにする親が多いのです。さらに韓国の大学生は日本と違い4年で卒業するケースは少なく、男性の場合は平均7年、女性でも5年かかるのが一般的です。これは就職に有利なスペックを積むため休学して留学やインターンシップを経験する学生が多いからです。この長期化する大学生活は親の経済的負担をさらに増大させます。子供が社会人になるまでの期間が長くなればなるほど、親は自身の老後資金を蓄える機会を失っていくのです。さらに韓国社会では高校の概念が強く根付いています。親が子供のために全てを捧げるのは、将来子供が親の面倒を見てくれることを期待してのことでもあります。しかし急速な社会変化により、この伝統的な価値観は崩れつつあります。若い世代の多くは自身の生活で精一杯で、親の面倒を見る余裕がありません。就職難や低賃金の問題も相まって、親の老後を支える余力がないのが現状です。その結果、子供の教育に全てを投資した親世代は老後の蓄えもなく、子供からの支援も期待できない状況に陥っているのです。この問題は単に個人の選択の問題ではなく、社会構造の問題でもあります。韓国社会の厳しい競争社会の中で、親たちは子供の将来のために教育投資をせざるを得ない状況に追い込まれています。しかしその結果として、自身の老後の生活が脅かされるという皮肉な状況が生まれているのです。またこの教育熱心な親世代の問題は、次の世代にも影響を及ぼしています。親の老後の面倒を見なければならない若い世代は、自身の生活と親の支援の両立に苦しんでいます。これが結婚や出産の遅れ、さらには少子化問題にもつながっているのです。韓国政府もこの問題の深刻さを認識し、対策を講じようとしています。例えば、私教育費の軽減策や公教育の質の向上などが進められています。しかし、長年培われてきた社会の価値観や構造を変えることは、一朝一夕には不可能なのです。生きるためには、過酷な労働を続けるしかない。韓国の高齢者貧困問題の深刻さを最も如実に物語るのが、高齢者の過酷な労働実態です。多くの高齢者が生活を維持するために、体力的にも精神的にも厳しい労働を強いられています。この現状は、韓国社会が直面している課題の深刻さを浮き彫りにしています。例えば72歳のパクさんは現在も宅配の仕事をしています。彼は重たいカートを押して高層マンションのエレベーターに乗り、荷物を配達します。小さな文字が書かれたラベルを常に目を細めて読むため、視力も悪化しているそうです。パクさんは週に3回、1日100件の荷物を配達して、月におよそ5万5千円の収入を得ています。また76歳の女性の事例も衝撃的です。彼女は朝4時半から段ボールを道端などで拾い集め、廃棄物を引き取る業者の施設まで持って行ってお金に換えています。1日12時間もの労働で得られる収入はわずか500円ほどです。この収入を合計しても月に1万円程度にしかなりません。
さらにシルバーデリバリーと呼ばれる高齢者向けの宅配サービスも注目されています。65歳以上の高齢者は地下鉄が無料で利用できることを利用し、地下鉄を使って軽い書類や衣類などを配達するサービスです。76歳の男性の例では、朝8時から夜22時過ぎまで働くこともあり、5箇所をおよそ11時間かけて配達して得られる収入はおよそ2400円ほどです。これらの事例は韓国の高齢者が直面している厳しい現実を示しています。彼らは十分な年金がなく、子供からの支援も期待できない中で、生活を維持するために過酷な労働を強いられているのです。特に問題なのは、この労働が高齢者の健康を脅かしている点です。重い荷物を持ち運ぶことによる腰痛や、長時間の労働による疲労の蓄積は、高齢者の健康状態を悪化させる可能性が高いです。また、段ボール回収などの仕事は、交通事故のリスクも高く、安全面での懸念も大きいです。さらにこの状況は高齢者の尊厳の問題にも関わっています。多くの高齢者がかつては会社経営者や熟練労働者として活躍していました。しかし今では生活のために社会的地位の低い仕事を受け入れざるを得ない状況に追い込まれています。これは彼らの自尊心を傷つけ、精神的な苦痛を与えています。またこの問題は世代間の軋轢も生み出しています。例えばシルバーデリバリーの成長に伴い、地下鉄の無料乗車制度が若い世代の負担増加につながっているという指摘もあります。このような状況は世代間の対立を深める可能性があります。韓国政府もこの問題に対処するために様々な施策を講じています。例えば高齢者向けの雇用促進事業を実施し、段ボール回収などの仕事に従事する高齢者に対して支援金を支給する制度を設けています。しかしこれらの施策は根本的な解決策とはなっておらず、多くの高齢者が依然として厳しい労働環境に置かれています。さらにこの問題は韓国社会の将来にも大きな影響を与える可能性があります。現在の若い世代は自分たちの老後の姿をこのような高齢者たちに重ね合わせ、将来への不安を抱えています。これが消費の抑制や結婚・出産の減少といった社会問題にもつながっているのです。核家族化と高齢者の経済的・精神的な孤立。韓国社会における高齢者貧困問題の背景には、急速に変化する家族構造の問題があります。伝統的に韓国では3世代同居が一般的で、高齢者は子供や孫と共に暮らし、家族の支援を受けながら老後を過ごすことが当たり前でした。しかし急速な経済成長と都市化に伴い、この伝統的な家族構造は大きく変化し、核家族化が進行しています。この変化は高齢者の生活に大きな影響を与えています。かつては子供たちが親の面倒を見ることが当然とされていましたが、現在では多くの高齢者が子供たちと離れて暮らしています。2022年に発表された調査結果によると、子供と暮らしたいと回答した高齢者はわずか 6% に過ぎませんでした。これは高齢者自身も独立した生活を望む傾向が強まっていることを示しています。しかしこの核家族化の進行は高齢者の孤立という新たな問題を引き起こしています。子供たちと離れて暮らす高齢者は経済的な支援を受けにくくなるだけでなく、精神的にも孤独感を抱えやすくなります。特に配偶者を亡くした単身高齢者の場合、この問題はより深刻です。韓国統計庁の推計によると、2050年には全世帯の半数が高齢者世帯となり、特に単身の高齢者世帯が増加すると予測されています。この予測は高齢者の孤立問題がさらに深刻化する可能性を示唆しています。核家族化の進行には様々な要因が絡んでいます。まず都市化の影響が大きいのです。多くの若者が仕事を求めて都市部に移住し、親元を離れて生活するようになりました。また住宅事情の変化も要因の一つです。韓国の都市部では狭いアパートでの生活が一般的となり、3世代が同居するには物理的な制約が大きくなっています。さらに価値観の変化も大きな要因です。若い世代は個人主義的な傾向が強まり、親と同居することへの抵抗感が高まっています。一方で高齢者自身も子供に頼らず自立した生活を送りたいと考える人が増えています。しかしこの核家族化の進行は
高齢者の生活に様々な問題をもたらしています。まず経済的な面での影響が大きいです。子どもたちと同居していれば生活費を分担したり食事の提供を受けたりすることができますが、独立して暮らす場合はこれらの負担がすべて高齢者自身にかかってきます。また日常生活のサポートも受けにくくなります。例えば病気になった時の看病や家事の手伝いなど、同居していれば家族から受けられるサポートが得られなくなります。これは高齢者の健康維持にも影響を与える可能性があります。さらに精神的な面での影響も無視できません。家族との日常的な交流が減ることで、高齢者は孤独感や疎外感を感じやすくなります。これはうつ病などの精神疾患のリスクを高める可能性があります。核家族化の進行は高齢者介護の問題にも影響を与えています。かつては家族が高齢者の介護を担うのが一般的でしたが、核家族化によりこの伝統的な介護システムが崩壊しつつあります。その結果、介護の社会化が進んでいますが、介護サービスの不足や質の問題など新たな課題も浮上しています。また核家族化は世代間の交流の減少にもつながっています。高齢者と若い世代が日常的に交流する機会が減ることで、世代間の理解や共感が薄れ、社会の分断を深める可能性があります。この問題に対処するため韓国政府は様々な施策を講じています。例えば高齢者向けの福祉施設の整備や地域コミュニティの活性化などが進められています。また高齢者の社会参加を促進するための施策も実施されています。しかし家族構造の変化は社会の根本的な変化を反映したものであり、簡単に元に戻すことはできません。今後韓国社会に求められるのは、核家族化が進んだ社会の中でいかにして高齢者の生活を支え、世代間の絆を維持していくかという新たな社会システムの構築です。家族の形が変わっても高齢者が安心して暮らせる社会を作ることが韓国社会の大きな課題となっています。そのためには政府の施策だけでなく、地域社会や企業、そして個々人の意識改革も必要不可欠です。核家族化という社会の変化を受け入れつつ、新たな形での世代間の絆や支え合いのシステムを構築していなければ、韓国社会の未来はまさに地獄の国となってしまうでしょう。あなたはこうした韓国の厳しい高齢化社会についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。